ここ裏に行ってって言われたの。裏に行ってって言われたの。なんか向こう側でメッセージをもらえるからって言われたの。
なんかね、表と裏みたいな話なんだけど、例えば占いとかでね、こういうなんか月とか太陽とかなんかそういったものを、まあ、お札でも何でもいいんだけど、ポイって出した時に、なんかあのうまくいった時はお祭り騒ぎになるから、やったーわーってなるんだけど、そうじゃないものが出た時っていうのは心を引き締めて、それに対してもうちょっとこうした方がいいのかなみたいな感じに考えながら、前に進もうとするでしょと。なんかそれって両方ね必要ですねみたいな話だったのあそうだなと思って、お祝いっていうのは大事だけれども、ずっとお祝いじゃなくてそうじゃないお祝いのその葬儀っていうのも一つのあれでしょ、なんかその裏と表ではないんだけど、まあ両方とも必要だねっていう話だったの。ちょっと深いよねえ、ここの神様って男の神様だっけ、違ったっけ、占いとか関係ないのかな、なんか占いみたいな話だったよなんか好きですね、なんかここ今裏だもんね、表と裏だと。さっきね、あの本殿で参拝させていただいた時に裏手に回ってみると良いって言われたの。ここに神様がいらっしゃるわけで、本殿からしてみるとさらに奥のところがここになるんだよね、ご神域じゃない、そこに確かに最も近い場所で、こういう形で参拝できるってすごいなと思って、この時に熱田神宮とかも裏手に回ったじゃない、裏手って一番なんか神様に近いところになると思うのよ、なんかあそこでやっぱりメッセージってもらいやすい感じがして、まあ、表と裏ではないんだけど、裏が本当だったりするんだなみたいな感じのことも入ってるのかもしれない、意味としては。表表ばかり見ていてそればかり求める人って表が出ないとダメだになるかもしれないんだけど、実は裏にも意味があるよとか、そっちにも一つ意味があるでしょっていう捉え方をしていくと幅広く見えていきますよねっていうちょうど太鼓が鳴ったんだけれども、そういう捉え方の話かもね。神様って常にその人の感覚と違うから、その捉え方を広げてくれるよね、こんな感じでございましたなんかいいよね、水が豊かだから、ここなんかどうしても何回も思うんだけど、神社って行くと必ず手水舎があって、で、本殿があるんだけど、その手水舎がある、水がある、清める場所があるじゃない、やっぱり必ず水があるんだよね、みそぎ、みそぐために水で洗うとか、昔の人なんか川でしょ、あの神社行くのにね、だからあの伊豆津川っていうのもそう。カメムシが来た何だろう、来たって来たよねカメムシ面白いね、いや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 、そのまんまって、バッチみたいな感じなかなかないほら見て、あの木、ショートさんもいるけど、あの木に反射してさ、お水が、今日のあの池が、むしろ綺麗なんだ、見た、あのね、そう、最高に綺麗じゃない、あれ福岡のってそうだよね、ね
なんか楽しみなんだけど、楽しみにしてるって言われたんだけど。ちょっとさん、かわいい。どこ？見てくれ。かわいいね。なるほど。なるほど。見ざる聞かざる言わざるの本当の意味ってしっかり見ていてしっかり言ってしっかり聞いていることなんだって。逆？だって今そう言われたよ。見ざる聞かざる言わざるって見ないし聞かないし言わないって思うでしょ。でも見ないっていうのは見ているから見ないっていうふうにできるわけであって、聞かないっていうのも聞いていてそれはあえて聞かないように接しているっていうことだと思うんだよね。言わないってことも何でもかんでもベラベラベラ言うんじゃなくて必要なことだけボッと言うだけであとは無言でいればいいということなのかなっていうふうになんか感じたのよ。うん、見ないっていうのの捉え方っていうのがちょっとあそうなんだなっていうふうに今感じたの。本当の意味はなみたいにして教えてもらった。確かにね、見るってじゃあ見なきゃいいのかっていう話じゃないんだろうね。しっかり見てるんだろうね。しっかり見てるけど見ていませんっていうことなんでしょうね。さあ知りませんねみたいな。分かってるからこそ言えるのかもね。自ら得た光徳を他者にも施すという意味である。なるほど。なんかここを見たらさ、自ら得た光徳を他者にも施すという意味があるっていうふうに言ってるんだけど、なんか私同じことしてるんだなっていうのを褒められた。よいよいって言われた。自分の感じてるものだったり神様が教えてもらってるものをそのまま伝えたりとか、まあ、今講座とかもやらせてもらってるじゃない。そういったものも伝えてるってことになるから、なんかそれ伝える広げるってことなのかしらね。広める、ぐにゃんってねじれてるんだけど、この木、この開運っていうのをあのなんかメッセージをもらった時にね、要は運ってさっきのやつとちょっと似てんだけど、表と裏とこれがそうだって思ってたらそれを求めてしまうじゃない。でもこの木はね、なんてねじれるような感じだったりとかどういう形でもいいから生き延びてくっていう感じ、生き延びてっていうの、開いてっていうのね、こういう意味が開運ってことなんだなっていうふうに見せてもらった。いろんなもののこの道筋だけじゃないとダメだって思い込んでるとこれが開いてないからダメだになっちゃうじゃん。そうじゃなくてそもそも違う道を見てみれば開いてるんだからこっちから行けばよろしくって、そういうふうに運は開いていくものですよっていうふうにあの教えてくださったわ。押すんじゃなくて引いてみろとかね、なんかあるじゃない、あんな感じ。
ね。ここすごいね。この寺院塔って書いてあるけど、なんか古いよね。素晴らしい。占いだ。占いとか関係ないのか。なんか占いみたいな話だったよ。だからやっぱ信じ事が占いなんだね。あ、だからだ。なんか納得できてよかった。なんか占いみたいなことだったけど、どっちにしてもよろしいことだから。神様が教えてくださるの。そうなんだね。そうなんだよ。